久保さん、今回リンカーンにしましょうか。今日責任から逃れたことによる明日の責任からあなたは逃げることはできない。今日の責任から逃れたことによる明日の責任からあなたは逃げることはできないと。興味深いですね。お金を稼ぐという、今日稼ぐっていう責任から逃げたとしても、明日も請求書は来るっていうね。まあ、稼ぎ続けていかないと、まあ、いいんですよ。宝くじで一発10億円当たったとかだったら、まあ、稼がなくても、なんとか飯は食えるかもしれないですけど、まあ、そういうなんか当たるとか当たりがないんであるならば、稼がないといけないんですよ、常に。だから僕もずっと多分宝くじ買わんし、まあ、買ったとしても当たる確率非常に少ないんで、まあ、可能性としては低いので、ね、たまにね、YouTube のネタで、去年も買ったから年末。ネタとして買いますね、たまに。なんか宝くじたまに買うんですよ、YouTube のネタとして。まあ当たんないですね。10億とかは。まあ当たったらどうなんだろうな。別に当たったら、まあ当たってないことを考えてもしょうがないんで、あれですけど、当たってもなんかやるでしょうね。そう。やんねえかな。まあそれはすいません、当たってみないとわかんないですけど、多分当たんないと思うんで、そこの可能性に期待はしてないですし、そこで生きないですから。だから、まあ、しっかりやるべきことやって稼いでいくっていうことですね。だから、億万長者合宿から逃げたとしても、億は稼いでいかないといけないってことですね。障害賃金が2億、3億って言われてます。まあ、これは、手取り20万だったとしても、50年働くと1億です。手取り20万の人でも、50年働きません？てか、50年働かなかったとしても、50年金が必要です。てか、死ぬまでお金が必要です。手取り20万でも50年で1億です。だから、結局、億から逃げられないんですよ。億を稼ぐっていうのはね。だからどの時点で億を稼ぐのか、早く稼ぎたいんだったら、まあその手段はね、違う手段を取らないと、まあ難しいかなと。久保さんも3年で1億稼げた理由は、麻雀店の稼ぐっていう手段からネットで稼ぐっていう手段に変えたからですよね。もしその手段を変えてなかったら多分無理でしょうね。いってらっしゃい。